のび太の結婚前夜は、1999年3月6日に、ドラえもんのび太の宇宙漂流記と同時上映公開された、ドラえもんの映画作品。2014年8月8日に、公開の、スタンドバイミー・ドラえもんには、さようならドラえもんなどと一緒に、3D で描かれている。天童虫コミックス、ドラえもん25巻、のび太の結婚前夜を原作とする。また、 テレビ朝日系、テレビアニメ、ドラえもんで1981年に放映された、のび太の結婚式のリメイク版でもある。予告編でののび太のセリフである、いつの間にか僕は夜中に一人でトイレに行けるようになった。一人で電車に乗って会社に通うようになった。でも本当に僕は変わったのかなねえ、ドラえもん、僕は明日結婚するよ、は、のび太が少年の頃に抱いていた。 社会への不安を根本的に変える結果になった。決してドラえもんに寄りかかったまま成長したのではなく、成長していくにつれ、一人の男として仲間からも信頼され、静かからも自分を本気で守ってくれる大きな存在として認められるまでになっていた。このセリフや本編中に河川敷の土手に転んだ際に星を見上げながらドラえもんの名前を囁いたことからもわかるように、 原作同様ドラえもんは、のびたたちと別れ、すでに22世紀へ帰ったことが示唆されている。ただ、小学生のうちに別れた過去3回の原作における、最終回及び前作とは異なり、いつ帰ったのか明確な設定はなされていない。エンディングの挙式にもドラえもんは、招待されていない。この映画までは大人になったのびたが登場する際には、広ロ森慎吾が主にその声を担当していた。 しかし、本作では大人になったレギュラーもほぼ当時の声優陣がそのまま担当しており、のびたの青年期は少年時代と同じ小原のりこが全体的にやや太めの声変わり号を意識して演じている。なお、この映画の公開前にドラミちゃんミニドラ SOS で後日談が描かれている。原作では未登場の現代のジャイアント、すね思いピローグのミダが登場し、 のび太の小学校での担任教師も登場している。静かと出来すぎが、空き地で仲良く、白雪姫の劇の練習をしているところを見て、のび太は本当に将来、自分と静かが結婚できるのかどうか不安になる。そこでドラえもんと共にタイムマシンでのび太の結婚式の、日へ向かったが間違えて、その前日についてしまった。せっかくだからと未来ののび太の結婚前日の様子を、 見ていくことにする。未来ののび太は、結婚式と前日を間違えてしまった帰り道、静かと会い、車にひかれそうになった猫、みいちゃんを助ける。ドラえもんのおかげで助かったことを知るよしもない未来ののび太と静かだが二人は、みいちゃんを家まで送り届けに行く。みいちゃんの飼い主である、高木親子はアメリカに引っ越すために空港にいることを知ったのび太と静かは、 ジャイアンとスネオにも協力してもらい、ミーちゃんを無事に送り届けることができた。その夜のゴーダ商店では、ジャイアン、スネオ、出来すぎによるのび太のためのバチェラーパーティーが行われ、その帰り道、のび太は小学校時代の先生と会う。先生を気遣って、上着をかけたのび太に、先生は明日は遅刻するんじゃないぞと激励を送る。静香は両親との、 お別れパーティーを行うがドラえもんとのびたが元家に足を運んだ直後、静香は父親に、私が結婚したら、パパやママが寂しくなってしまうから、結婚をやめると言い出す。そんな静かに父は、静かが生まれてきてからの楽しい日々を語り、その思い出があるから大丈夫なことに加え、のびたの人間性もとき、静かを安心させる。現代に帰還したのびたは静かに、必ず、 君を幸せにすると約束するのだった。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。